はい、本日はですね、今季活躍しそうなアイテムを7点ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで今回に関してはですね、僕が普段使ってるとかこの夏めちゃくちゃ使うであろうというアイテムをですね、7点ご紹介していきます。それは上から下までずらーっといきますので、あ、普段タクゾーこんな格好してるんやねっていうのを見ていただけばいいんですけど、まずは足元からいきましょう。まず1個目っていうのがこちら、サンダルでございます。やっぱ夏場っていうとね、サンダルがメインになってくるかなと思うんですけど、このサンダルもう4年5年ぐらい履いてます。あ、4年ですね。ちょうど僕が YouTube 始めた時にハワイに行ったんですよ。でそのハワイのとこで買ったのがこのアメリカのね、ブランドのレインボーサンダルというブランドのサンダルを買いました。でそれから早4年ですね。もうこんなにも色変わってきててですね、僕よくインスタでね、日常の様子ね出してるんですけど、その時よく履いてるのっていうのがこれです。たまになんか何のサンダル履いてるんですかって聞かれるんですけども、色変わりすぎてるからね、わからんかもしれないんですけど、これレインボーサンダルっていうサンダル履いてます。でこの色ね、僕個人的にはね、やっぱブラックの方が使いやすいなと思うんですよ。これ一番明るい色やから経年変化をこうやって出るんやけども、ちょっと海感強いでしょ。だからビーチとか行くときはめっちゃこれ映えるんですけど、普段街中で履くんやったらやっぱブラックの方が履きやすいかなと思うのがまず1つ目。そして2つ目っていうのが、これもよく履くんですけどもね、こちらのサンダル、テバっていうサンダルですね。でこれに関しては結構まあ有名なサンダルやからね、ご存知の方も多いとは思うんですけど、まあ、どんな時に履くかっていうと、さっきのビーチサンダルってほんまにこう、まあ、近所周辺フラーと歩くとかその程度しかあんま履かないんですけど、まあ、これはねもうちょっとこう大阪市内に行く時とかはちゃんと歩くじゃないですか。でその歩く時とかはね、あれじゃちょっと歩きづらいし、何って一番このレインボーサンダルのきついところはね、たまにね列並んでるじゃないですか。コンビニとかで列並んでらしたら踏まれるんですよ。めちゃくちゃ痛い。もう足踏まれてる感じだからね、めちゃくちゃ痛いんですけど、まあこれも同様に踏まれたら痛いですけどね、あんまりこれはもう踏まれたことないから、なんかちょくちょくこれも履いてますけども、そういったちょっとお出かけするとか歩くっていう時はね、もうこれを履いてるようにしてますが、このテバのサンダルをね、活躍してます。これまあ大体毎年履いてますね。でそれ以外はね、サンダルはちょっと出してませんっていうのも、僕個人的にはこの2つが好きでよく履いてるので、それ以外はねあんまり好きじゃないというか、まあ普通かなって感じなんで、この2つね。で3つ目っていうのが、この辺いきましょうか。ショーツいきますね。バーサタイルショーツっていうショーツです。で僕今ね最近ジム行ってるんですよ。でジム行っとったらね、まあ、ちょこちょこ視聴者さんから声かけていただいたりとかしてて、僕の視聴者さんムキムキの人多いんですよね。で僕もうなよなよやからね、こんなだらしない体して行ってんねんけども、そこでインストラクターの方も声かけていただいたんですよ。もしかして YouTube やってはりますかって言って、あやってますよなんて言ったりしたら、そこからよく話するようになってね、この間聞かれたんが、ちょっと今僕ショーツ迷ってて、パタゴニアのバギーズショーツとかバギーズロングか、こういったノースフェイスのやつってどっちの方がいいんですかって聞かれてね、僕よく動画で言ってるんだけど、バーサタイルショーツ一択ですと。そんなこと迷う必要ないですって言って、なんでかっていうと、やっぱこれからの時期この中のライナーめっちゃ暑いんですよねみたいな。でこれが邪魔で着る人がいてるぐらい、このライナー結構邪魔してくるんで、僕個人的にはですよみたいな、動画では言わんけども、絶対このバーサの方が使い勝手いいし、はっきり言うとおすすめですって、まあこれ動画で言っちゃってますけどもね、まあそんな話はしたりしてるので、まあ、バーサタイルショーツは僕個人的にもよくプライベートで履いてるし、よく会った人に質問されたら、もうバーサタイル一択ちゃいますかいう話はしてるので、まあ、これが3つ目。こんな感じで忖度なくバンバンいきますのでね。次4つ目というのは何かというとですね、ワイルドシンクスのベースショーツですね。こちらのショーツ最初ブラック買って、これめっちゃいいから色違い買います言うて、このねレオパード買ったんですけど、あんま動画では言ってなかったんで、なんか動画で紹介してくださいって言われてね、まあ動画で紹介するほどのことでもないけども、まあこれはよく履いてます。こうやって上の服がねブラックの時とかはこういった形でね、まあ合いやすいので履いたりはしてますけど、どんな時に履いてるって言われたら、ジム終わりとかが多いですかね。ジム終わってからバーって歩いて僕帰ってるんですけど、まあその時とかこういう格好してることが多くて、まあ大阪っぽいですね。ザ大阪っぽいけども、まあ車とかにも引かれへんよね、目立っといた方がいいから、まあそういうことで履いてますということがあったりだとか、あとそれ以外にはね、まあ、僕結構こうシンプルな格好してるって思われがちでね、まあ実際シンプルな格好することが多いんですけども、たまにねガラシャツとか着るんですよ。だから一応今回ガラシャツここの辺に用意しといたんですけど、これはまあ動画では言ってないんでね、あそうなんやって感じなんですけども、まあこの辺を着ております。相変わらずヒョウ柄あるけど、ね、ヒョウ柄そんな着いひんけども、まあたまに着るかなって感じで、まあ、メインはこの2つをよくね着てる感じですね。っていうのもね、なんで柄がいいかっていうと、僕普段結構無地のやつが多いじゃないですか。だから無地と合うんですよね。無地シャツ着といてこう柄のやつ着たりしたら結構合わせやすかったりするんで、ちょっと今ね中とか下がちょっとむちゃくちゃなってるからあれやねんけども、例えばこういった無地のショーツと合わせるってなったりしたら絶対合うじゃないですか。だから意外とね、無地をよく持ってはる人ほど柄シャツをワンポイントでパンって合わせに行ったりしたら結構あったりするんでね、まあ、これは良かったりするんかなっていうことで、自分の気分を変える感じでやってます。でそれ以外にはこのシャツもね、買いましたけども、これはね確かね日本一周旅行行った時に新潟のなんかアウトドアショップ行ったんですよ。でその時にね、なんかええのあるかなと思ってふらーっと見とったら、あこれ結構ええやんと思ってね、これもたまに来たりしてますけど、まあやっぱちょっと旅行行った時とかね、こう海の時とかはいいかもしれないですよね。
ちょっと今中インナー着てるからあれやけど、普段はこれもう中着ずにもうラーでそのまま着ちゃうんですけど、しかし派手ですよねこれね。インスタとかでも上げてるんですけど、これ着てあのビーチ沿い歩いたりしてるけどもね、まあこれはこれで結構ね良かったりするんでね、やっぱりたまにはこう雰囲気変えてもいいかなと思うんですよ。っていうのもね、もし柄がこれないとするでしょ、柄なかったらね、こんなクローゼット面白いって言われたらまあ面白くはないじゃないですか。でたまにこう気分上げようかなっていう時にね、柄を着てねちょっと楽しむというか、まあ夏やから一緒みたいな感じでね、まあ柄着ちゃってもいいかなということになっております。ということで次が何の話かというと、次半袖の T シャツですね。もう T シャツに関してはね、僕ねもう自分で作ったやつしか着てないんですよ基本的には。でまあたまに汚れるなっていう時はね違う T シャツ着たりするんやけども、まあ普段基本的にはこの今も着てるやつもそうやけども、まあこの辺とかもね自分で作った T シャツ着ちゃってるんで、これ超えるね素材のやつが今んとこ僕持ってないんで、これが一番いい素材やからこれよく着ちゃってるんですけど、まあ他にはパタゴニアの P6 ロゴなんかもたまに着たりはしますけどもね、まあこの辺が僕がよく使うアイテムかなと思います。まあ合わせる時も合わせやすいし。そして次がですね、まあキャップとかもたまに被るんですけども、まあ、やっぱキャンプの時とかが多いかな、キャップとか被ることはあるんですけども、僕なんかね後ろに被ることの方が多いんですよ。なんでっていうと、前に被るとねなんか兵隊さんみたいなのってあんま似合わないんですよ。だからあんまこう前に被ることはないけども、似合ってます？まあ変ではないか、変かな、わからないけどね。まあこんな感じで被ることもあるし、それ以外にやったらあのちょい悪いやんちゃスタイルって言ってね、ニット帽を被る時もあるんですけども、まあその時はねあのチンピラスタイルに変更していくんですね。こうやってちょっとメガネというかサングラスヒューってかけといてですよ、もうこの段階でちょっとチンピラな雰囲気出てるんやけども、こうやってあのニット帽を被ってね、893ですよねなんて言って、ちょっと街中で見る時はね皆さん気をつけてくださいという、誰とも関わりたくない時ってあるじゃないですか。喋りたくもないとか喋ってほしくもない時とかはね、もうこういう形でね、街中を歩いたりとか海沿いを歩いてたら基本的に話しかけられることはございません。あいつちょっとやばいなと、変なやつやなと思われたらね基本的に喋ってこないので、まあちょっと一人でねゆったりしたいなとか、一人であんまりその誰かと喋りたくないなっていう時なんかはね、こういったあの楽園スタイルなんかいかがでしょうかというところで、今回は今季活躍しそうなアイテムっていうのをずらっと並ばせていただきました。もちろんこれ以外もねスニーカーとかも履く時もありますので、全部が全部このスタイルではないんですけど、まあよく普段使ってるっていうのはこのあたりになるんかなと思いましたので、これ家からわざわざ持ってきました。だからこれまた持って帰らなあかんからめんどくさいんですけども、まあ、そういったことでたまにねどんな服普段着てるんですかって言われたりするんでね、まあ、こんな服着てますよということで、同じやつあれば下のリンクに貼っときますし、なければもうないですって書いておくんでね、また見ていただければなということで、本日はですね今季活躍しそうなアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。